はい、おはようございます。セミマルです。今後ともよろしく。ロストチャイルド第1話、我が家に愛ちゃんがやってきました。以上ですね。いやー、ここからなんだ、レイディア愛のボケボケ道中記が始まるのでしょうが、そういう感じだと非常に楽しそうなんですが、続きをやっていきましょう。それでも母さんはニコニコと愛の顔を見つめていた。夕食が終わり、風呂に入ると俺は自分の部屋に戻った。あれ、部屋の中には愛が無表情の顔をして立っていた。お前どこに寝るんだよ。愛は静かに押し入れの襖を開けて、昨日こしらえてやった仮設の寝床を直しにかかる。またそこに寝るのか。ああ、落ち着いていて居心地がいい。暗くて狭いとこ、あの黒光りする G じゃあるまいしさ。マジですか。それとも何か、枕にいざという時はスペアポケットでも入れておくのかい。母さんの取り計らいによって俺は実質を愛との共同部屋に変えられてしまった。ああ大変だ、主に夜が大変だ。いや、愛は無表情でずっと見てるかもしれないね。そういうプレイはお好きですか。俺は無理。当然俺は反対したが、母さんは首を横に振るばかりで決してその取り決めを変更しようとはしなかった。こちとはいい年の青少年ですぜ。母さんはお前を歓迎してるけど、俺はお前に心を許したわけじゃない。私のことをどう思うかは庄司の勝手だ。俺はその言い方に少しカチンときた。だがこいつに何を言ったところで無機質な反応を返ってくるだけなのを思い出し、口をつぐ。俺はともかく、母さんに何かあったら俺は絶対にお前を許さないからな。あの、気づいたんだけどさ、母さんがいるときは真正面の立ち絵だけど、庄司一人相手だとさ、ちょっと斜めの流し目な感じなんだね。あの、動物的なヒエラルキーでも作ってんだろうか。それから俺は立ち尽くす愛を無視してさっさとベッドの中に入った。入ってない。布団は？ほどなくして愛も押し入れの中に潜っていき、ガサゴソと布杖の音が聞こえる。俺はなんとなく落ち着かなく、虫の居所も悪かったからさっさと眠ろうとした。しかし母さんも大胆ですな。どこの子かも知れぬ女の子と自分の息子を一つの部屋にっていうのは、まあそれだけ信用があるのか、それとも間違いが起きてお赤飯でも炊くつもりなのか。だけど気持ちが眠ろうとすると努力するのに比例して俺の目は冴えていった。30分くらい目をつむったまま寝ようとしたが、どうしても意識は保たないものだった。あるある、主に梅雨時の夜とかあるよね。眠いし寝たいんだけど、目をつぶって力入れれば力入れるほど目が冴えていくっていうね。なあ、起きてるのかよ。きついやな。なんだ。青。よくわからないんだけど、俺とお前が一緒にいることはいいことなのか、それとも悪いことなのか。そんなことは私にはわからない。だが庄司が私のそばにいたとしても無事でいられる保証はない。ってことはお前は俺の疫病神ってわけか。そういう面があることは否定しない。しかし庄司が一人でいて無事でいられるという保証もない。もうこうなっちゃったら卵が先か鶏が先かの議論になりそうな気がするけどな。どういうことだ。庄司は紛れもなく狙われる身である私とバインドした。だから私をつけ狙う奴は庄司も攻撃する可能性が高いということだ。聞いてると俺は無性に気分が落ち込んできた。でもな、襲われたのは庄司くんがあそこに行ったからだもんね。なんか愛の性格的に別に愛が庄司を呼んだわけでもなさそうだし、むしろ庄司を呼んだのは夢の中の少女か。
結局こいつとの出会いは俺に不幸だけをもたらしたんじゃないだろうか。だが左腕を失ったあの時にこいつの助けがなかったとしたら、そんな損得感情で測れるもんじゃないと分かってはいるけど。お前、俺とそのバインドやらをした夜、どうして俺を助けようとしたんだ。前も言った通り、私も庄司も生き延びるためにお互いを必要とした。完全体の愛でも対処できないぐらいのマガつかみの量がいたってことか。アーミットに変身するしか生き延びる術がないと。ただそれだけのことだ。じゃああの場でお前と契約するのは俺でなくてもよかったんだな。庄司にその素質があったことだけは間違いない。仕組まれた偶然ってやつかい。つまり俺は最悪の場に居合わせてしまったことになる。すごいアクセントじゃないの。俺は完全にお前に利用されたというわけか。泣き言を言いたいのか。なかなかきつい物言いですね。個人的にはあの襖から半分顔を覗かせている愛のグラフィックが見たいけど、その一言で俺の何かが切れてしまう。勝手なこと言うんじゃねえよ。自分でも手に負えないような状況に人を巻き込んでおいて、よくそんな口が聞けるな。そうやって私に突っかかって状況が好転すると思っているのか。本当機械的だね。愛は本当に記憶がないんだろうか。やっぱり記憶のない存在っていうのは、どうしても、なんだろう、論理的な思考になってしまうのかな。でも、質問で返すのはちょっと。だとしたら、おい！庄司はよほどの腰抜けなのだな。何？すでに置かれてしまった現実を拒否したいと思うのは構わない。だが残酷な状況に翻弄し尽くされようとも、過酷な運命に抵抗し続けることを私は選ぶ。なんか母さん聞いてそうだな、部屋の外で。そんなの俺の知ったことかよ。まあ高校生ですから、思春期だからね。まあ何かと責任転嫁をしたがる年です。身に染みてそう思っております。そう言い放ってから俺は布団をかぶってそのまま寝てしまおうとする。何もかもが嫌になって俺は全てを忘れたくなる。あー、ネガティブだね。家族のことも友達のことも愛のことも何もかも。だけど心のどこかで愛の言っていることに真実を感じていたことをどうしてもごまかせない自分がいた。一体どこから来るんだよこんな気持ち。矛盾した心はずっと矛盾したまま、目をつむりながらも俺はしばらくの間寝つくことができないでいた。はい、ですね、ちょっとカットが入りました。というのもですね、この実況プレイの第1話の方、第1話っていうかね、第1回の方でも言ったと思うんですけど、キャプチャーソフトの方がですね、どうもロストチャイルドのムービーを、なんだろう、なんでか知んないんですけど録画してくれないんですよ。なのでおそらくもう第2話だと思います。第2話に入りました。それでですね、第1話の終了にタイトルコール、そして、エンディングと、そして再びオープニングが流れましたが、例によって録画ができておりませんでした。はい、というわけでですね、申し訳ありません、真っ黒映像を流すのもあれなんで、今回はカットさせていただきました。エンディングの方が聞きたいというコメントがあれば、この第2話に関しては、黒塗り画像になってしまいますが、エンディングの方も流してみようかと思います。はい、というわけで、続きをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。草薙っていうのはあれだね、草薙グループっていう第1話でちょくちょくちらほら名前が出たね。あと自爆テロがあった会社ですね。しかしすごい会社だな、社長いるね。失礼します。おお、彼は少し青ざめた表情のまま草薙の前まで歩み寄ると、軽く礼をする。お待たせいたしました。オリジナルの件で報告があります。
確認できたのか。はい。あ、オリジナルのバインドを確認しました。この草薙っていう人の声、あれだ、ギドド校長だ。あ、もうなんでこんな感じの時に名前が出てこねえんだ。分かってんだよ、分かってんだけど。くそー。うんうん、まあ、あら、ロスチャーのオープニングとかでナレーションとかもやってくださってるんですけどね。そういえばあれも丸々カットしちゃったな。あの、ご要望があれば、次回のオープニングでにでも挟みましょうかね。例によって黒塗りになりますけど、なんか画像でも差し込むか。清の口調はやや早く硬い。分かりやすい焦りを含んだ彼の抱負に草薙は満足げに微笑んだ。そうか、分かった。ゆっくりとした足取りで背後にあった椅子へと歩み寄り、腰を下ろす。ずっと待ち焦がれていた時を迎えたような、そんな充実感が草薙の心を満たしていた。愛のバインド適合者を探していたのか。ようやく全てがあるべきところに収まったというわ。この人はオープニングであれだね、なんか雑誌に、未だ俺が雑誌の情報で見たことがない、まあオープニングにしかちょろっと出てこない、あの口を、エイリアンみたいな口を開く、あのアーミットの時にちょっぴり顔を覗かせるあの人ですね。草薙グループ現職会長である草薙美希夫は静かにつぶやいた。深くシワが刻まれた要望は眼光鋭いもの、どこかしたフェミニンな雰囲気を漂います。フェミニンな雰囲気、はあ。その声の余韻が完全に消えるのを待ってから清は口を開く。放っておいてよろしいのですか。あれはオリジナルのレイリア、早急に処分をすべきではありませんか。処分？なんで？あれは我々にコントロールできるものではない。はあ。もし運命というものがあるのならば、あるべきものを目指すはずだ。あるべきもの、我々はそれに従い、ん？必要とあらば導くしかないのだ。しかし教授、教授？え、社長だけどね。教授、もともと大学の先生とかなのかな。で、清は習っていた。まあ間違いなくこの人が清の言うあのお方なんだろうが、草薙美希夫ね、この人はケルベルスを泳がせるというか、まあ、何かしらの目的があるんだろうけど、なんだろう、明確な敵意は持っていないのか。むしろなんか口調的にはどこか崇拝するような。教師は背筋をピンと伸ばし、体全体をこわばらせている。草薙と対面する時は決まって並々ならぬ緊張を大人に強いることになる。だがその張り詰めた雰囲気を教師はどこか心地よく感じていた。ド M ね、ド S でド M か、なるほどな。ド S は潜在的にド M の素質を秘めているという話はどこかで聞いたことがあるな。エーテルのカラーに変化は？は？いえ、ありません。オリジナル特有の赤です。だろうな。ん？あのレイリアはバインドしてなおその個性を失いません。あ、おっとっとっと、飛ばしちゃった。バインドの個性もう失わない。バインド、ん？バインドしても個性を失わない。バインドするとエーテルの色が変わるのか。バインドしてもエーテルの色が変わらないからオリジナルなのか。変化。その単語を耳にした草薙の眉がピクリと動く。説明してくれたまえ。レイリア個体の能力としてはひどく弱体化しています。うん。バインド前の状態と比較しても、およそ半分以下でした。エーテルの展開スピードにも遅延が見られます。あのままでは。危うく魔がつかみに食われかねません。オリジナルの外面に変化が見られるため、おそらくですが適合者とのバインド時に何らかの異変が生じたのだと思われます。アーミット化におけるエーテル展開能力は確認できませんでしたが、多分こちらの予想を下回るでしょう。アーミットとしての能力は未知数のままですが、その他のレイリアとは明らかに違った状態にあると思われます。バインドの際に消費した細胞量が違うっていう意味か。分かった。もういい。うん。まあ、とりあえず、マガツカミと敵対してるのは間違いなさそうだな。しかし、うん。レイディアが能力を弱体化していることについてはイレギュラーか。適合者は？名は、時藤昌司。
現部長に母親と二人暮らしです。ごく普通の男子学生であり、特筆するべき点はありません。バインドが可能であったということは、適合者たる資質は少なくともあったのでしょう。適合者じゃないものがバインドした場合どうなんだろう。体が弾け飛ぶとか。しかし任すかみたいな。レイリアの弱体化は間違いなく適合者側に原因があると思われます。まあ否定はしねえ。明らかにバインドの失敗ではないでしょうか。どのような条件の下であれ、オリジナルの選んだ適合者だ。それ以上の条件などありはしないな。ほう、オリジナルが選んだ適合者っていう時点でもう猛満体なのか。そこは教授、質問をよろしいでしょうか。なんだね。オリジナルがバインドに成功したことにより、今後どのような事態が見込まれるのでしょうか。君はどうなると思うかね。質問に質問で返すなよ。こんな人ばっかや。偽らずに言えば、私にはよくわかりません、うん、物事には必ず表の側面と裏の側面がある、うん、草薙はどこか諭すような口調で言葉を続ける、うん、やはりどこぞの教師だったのかな。はい、教授って言われてるしな。だから物事が複合的に動いていく場合、いくつもの視点を用意する必要がある、うん、俺苦手だそういうの。視野を広く持てということですか。視野というより自分の自己同一性、つまり頭角をあまり信用するなといったところだろうか。草薙は弟子の問いかけに応じるソフィストのような雰囲気を漂わせ始めていた。ソフィストってあれだっけ、ギリシャだかローマだかの教師と生徒の、まあアリストテレスみたいなあれのことかな。教師は草薙の発する一語一語を噛み締めるようにして聞き取っている。自己統一性ねえ、自分の信じるものを信じるなってことかい。ふーん、哲学的だね。哲学の勉強したかったんだけど、うちの学校の哲学はどう考えてもどっちかっていうと不況だったからね。全然わけがわからんよ。劇場型でややヒステリックな性格をしている清にとって、草薙との会話はいつも心に一服の清涼剤を与えてくれていた。しかしそれを突き進めれば自己不信につながるのではないか。まあやっぱそうか。要はアイデンティティを信じるなんてことでしょ。まあ清に言えば この草薙教授を信じるなっていうようなもんだよな。言ってること、他人の言う真実というか自分の信じる真実というか、うん、信用に対する事故など持たない方が身のためだな。この人どんだけ疑い深いんだ。そういうものなのでしょうか。人間の理性というやつは我々が思っている以上に怠惰にできている。俺の理性は怠惰だぜ。その日の目元、口元にはシニカルな笑いじわができている。自らの存在を規定しがたいために、見るもの触れるもの全てをカテゴライズしてしまうのだからな。草薙はデスクの上の万年筆を取り上げると指先でそれをもてあそび始める。清には想像もつかなかったが、それは草薙が感情を抑えるために行う動作だった。ああ、教授の癖なんだね。何、今高揚してるの。いつも超然としていて、人間臭さをまるで感じさせない草薙のことを教師は心から尊敬していた。お前しん、そういう、あ、そうか、そういうことか。前回あの教師がなんだろう、 人と人のつながりうんぬんっていうのはこの人の受け売りか。彼らは牢獄の中で生まれ、そして生活していることに気づきもしないのだよ。言葉にこそ出せないが、教師は越見の打ち切りを暗黙に感じて一礼をして、その場を後にしていた。空気読んでんだな一応。草薙はその去っていく後ろ姿を見つめながら、ここにあらずといった口調でつぶやきを漏らす。滝村、君の残し形見はようやくその運命を歩み始めたのか。滝村、レイリアが人工物だとすれば、まあおそらく愛を作った人間だよな。その運命を、逃げ出して、間がつかみを買っては逃げるだけの生活に
変化が行ったと見ればいいんだろうか。我々がこの先に見るものは貴様が残した未来。貴様？何？ロックマンで言えばこの人ドクター・ワイディ、滝村ってのがライト博士。どうか温かく見守ってやってほしい。となるとケルベルスはロックマンゼロだろうか。ケツドラムが鳴ってるぞ。なんだろう。ひんやりとしたものがリズムを伴って何度も右頬に触れている。それは決して気味の悪い感触というよりも少し熱く重苦しく感じているからのには気持ちいいくらいだった。そりゃそうだよ、年がら年中雨降ってんだもん。湿気きついよな。年中夏の梅雨みたいな感じかい。うわきつい。うん、懲りないやつだ。は？うわお、お前な。あ、愛ちゃんが制服着てる。何これ。お前のおかげでな。おー、良い眺め。しかもなんかちょっぴり笑ってる。ダミンを貪る時はもう終わりだ。どうやら今朝もやったし。今朝も。あのな、俺が昨日言ったこともう忘れたのか。いや、昨日だけじゃなくて一昨日もその前の日も言った。あれ、なんか生活馴染んでない。あって間に。物事は正確に言わなければ他者には伝わらない。すまん、これ何日後だ、何週間後だ。またどうしてこいつは可愛げのない口を叩くんだ。もう1週間も経ったのに、もっとマシな言い方があるんじゃないのか。あ、1週間後か。朝は母さんが起こしてくれるからって何度も言っただろう。すると愛はパスカに眉間にしわ寄せた。こいつの感情が見えたと分かるのはこういう時ぐらいだ。そもそもなぜ庄司は一人で起きられない。世話焼きになってる。若くて健康な男子ってやつはなかなかバッチリと目覚められないものなんだよ。そうそう、ムラムラしちゃってね。危機意識があれば生活はおのずと律せられるものだ。高校生にそれ求めんのも結構酷だぞ。だからさ、俺はお前と違うんだって。ダメだ、こいつには何を言っても無駄だ。桃子はもう食卓の準備を終えている。早く着替えて支度しろ。言われなくても分かってるよ。へとため息をついて、まだ完全には目覚めていない体を刺激させすぎないようにゆっくりとベッドから起きる。え、名前も名字、名字も名前も分からない愛とだけ名乗る少女が時と愛になってから1週間。その間本当にいろんなことがあったわけだけど、多分これからもいろいろあるはずだ。なぜこいつの一般常識のなさといったら、どこの星から来たのかと一言突っ込みたくもなる。母さんはお茶目で可愛いなんて言ってるけど、どの点が可愛いのかも突っ込みたくなる。あのさ、愛は俺がベッドから置いても変わらず俺を見つめ続けていた。あれ、ちょっと待ってください。桃子さん、ひょっとして愛ちゃんを学校に編入させましたか。いきなり高校クラスですか、一般常識ないのに。身長的にもそれこそ小学校ぐらいが適当なのでは。なんだ。着替えるから部屋出てってくれないか。邪魔なのか。邪魔じゃないけど邪魔に決まってる。そうじゃないけどさ、年頃の若者ってのはそういうものなんだよ。そうなのか。そうなんだよ。愛は不可解な表情をしながらもおとなしく部屋を出て行こうとする。まったくこいつは。フォークでご飯を食べよう。いや、いるいるいる。あのファミレスとかで慣れてる、まああれだ、あのブルジョワな人はね、あの普通に茶碗のご飯をフォークで食おうとしてたよ。本当に新聞の集金に来た人をできたと決めついて攻撃しようとしたり。なんでオートドックを自動防護機能と勘違いして破壊しようとしたり。自宅だよね。自宅の防護機能なら別に問題なくね。母さんはちゃめっ気があるなんて言ったけど、こういうのは本当ちゃめっ気って言うのか。部屋から出て行こうとした愛に声をかける。本当何者なんだよお前はさ。私も知らない。
哲学ですね。愛は振り向きもせず横顔すら見せなかったけど、少し肩をこわばわせたように俺は見えた。ほらほら、いつまでもそんなに眠そうな顔をしないの。愛ちゃん、そこのお茶碗取ってくれる？毎朝愛のビンタで目覚ますのか。庄司君はどうですか？ド M の皆さん、羨ましいですか？うん、ド M の人がこの動画見てるか分かんないけど、少なくとも精神修行的な意味でド M かも分からんね、俺の実況なんて。愛から茶碗を受け取った母さんはテキパキとご飯をよそっていく。今まで愛は母さんに反抗的な態度を一つも見せたことがない。ああ、今日も朝から納豆なのか。いいじゃないか、朝から納豆、羨ましいぞ。羨ましいって、まあ俺も基本的に朝から納豆だけど、朝っつったらね、まあ、味噌汁でいちいち作るのもめんどくさいから海苔に納豆ですよ。当たり前じゃない、なんて言ったってあちゃんの大好物なんだから。あ、精神修行とか言いましたけど、好きで見てくださってる方、本当にありがとうございます。失礼な物言いですいません、こんな人間なんです。愛は納豆好きなのか、なかなか趣味が合いそうですね。これがないとご飯の魅力が4割落ちる。4割だと？お前は海苔の佃煮の強さを知らないな。そういうこだわりの強いとこ本当に可愛いわ。朝食の家ができたんだろうか。母さんは愛をむぎゅっと抱きしぐせる。愛が母さんにうまいそうなくらいだ。埋まってんだろ、胸的な意味で。苦しい。あらあら、愛ちゃんがあまりに可愛いものだからつい過保護すぎる。っていうか庄司がやきもち焼きます。何か貼るたびにこれだ。早く食べないと冷める。そうね、温かいうちに食べなくちゃ。ご飯の魅力6割減だもの。冷たいご飯の魅力はないというのか。冷や飯に冷や味噌汁をかけるという楽しみを知らないのか。愛の独特な言い方は映るんだろうか。映るんです。母さんの言葉遣いが時折変化する時がある。母さんに言わせれば、愛の無機的な喋り方はとても魅力的なんだそうだ。うん、まあエヴァの人気を見ればまあわからんでもないが、そういうのは気高さがあるとかなんとか言っていた。気高さ、あー、ほーん、物は言いようだな。そんじゃま、いただきます。こら、ダメよ、三人一緒に行ってからじゃないと。桃子さんが親バカや。庄司が拗ねます。そんな子供じゃないんだから。一人で起きられもしないくせに生意気言っちゃダメよねえ。庄司が大人なら誰だって大人になる。言うねえ。そうそう、その通り。女性の連合軍に男一人じゃ勝てんな。さすが愛ちゃんはいいこと言うわ。あのね、二人して朝から俺をいじらないでくれる？そうは言うけど庄司君、あんた相当羨ましい地位にいますよ。一気に愛の来る前でも食事時はそれなりに賑やかだったと思う。賑やかと言っても何を話したかすら覚えていない何気ない日常の話題。普通だったらすぐに話題なんか切れて静かにそうだけど、なんてこれだけ明るい人だから。けど愛が来てからというものも、そこに華やかさみたいなものが加わったことは間違いない。華やかさ、華やかさですか。母さんの言葉を借りればきっと気高い花になるのだろう。それじゃあ3人揃ったし、いただきましょう。はいはい、いただきます。いただきます。え、お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 、愛さん何をしてらっしゃいますか。いいな、焼き魚。サイズ的にはシシャモか。朝からシシャモ、羨ましい。母さんは食事を続けながらも愛にあれこれと話しかけるのではない。そんなによう話題があるな。俺には無理だ、続かんわ。全く行儀の悪い人だ。愛ちゃん、成長期なんだからたくさん食べないとダメよ。そういや、朝飯を一番食べないとダメなんだって。朝飯、昼飯、夕飯っていう順に食事の量、食事の量を減らしていくのが本来は正しいらしいですね。無理だわな。これからぐんぐん背も伸びてくると思うし、その他にも
臨床性を維持するには今くらいがちょうどいい。そうか。そんなこと言っちゃダメよ。いい？男の子ってのはなんだかんだ言ってしっかり見てるとこ見てるんだから。桃子さん、朝飯なんですけど。私の何を見る？俺は愛の方を向いてはいなかったけど、俺を見る愛の視線がはっきりと感じられた。愛にとって人から向けられる視線はどんなものでも警戒の対象になるのかもしれない。それは男の子に聞かないとダメね。ね、庄司。そこでなんで俺を見るんだよ。庄司、私の何を見ている？別に何も見てないって。ああ、今回からですね、予想より1話が長かったんで、もうちょっと収録時間を伸ばそうと思います。その分画質が落ちると思いますがご了承ください。画質の方を優先してほしいという旨があれば、質問を旨をコメントしていただければ幸いです。その際には、前回というか、まあ、一時期と同じように画質を優先して、アップロードをしていこうと思います。よろしくお願いします。何もない場合は、動画時間は多少の伸ばすことができますが、画質の方は落ちることをご了承くださいませ。その言葉は本当か？恥ずかしがり屋さんには酷な質問だったわね。愛は納豆をかき混ぜていた手を止めたが、表情を変えることなく納豆をそのままご飯に振りかけた。俺は今にこいつの味覚のセンスがどっから来てるのか分からない。おや庄司君、納豆お嫌いですか？確かに納豆は健康にいいんだけど、家に来るより前もご飯に納豆をかけていたんだろうか。ん？ハンカチは持った？庄司君、納豆はご飯にかけないタイプですか？ああそうですか。俺はかけるタイプです。からしは入れない派です。ちり紙はちゃんとある。幼稚園生じゃねえか。よしよし。あ、ちょっと待って。どうしたんだよ。なんですの。母さんはすっ飛ぶようにして駆け出したと思ったら、あっという間に手に何かを持って戻ってきた。そしておもむろに愛の髪を溶かし出した。洗面所へ行ってブラシを取ってきたんだろう。寝癖？母さんにされるがままになっている間、困惑している様子だ。何がそんなにおかしい？愛って本当になんだろうね。まあ言い方はあれですけど、お人形さんみたいな感じですね。お人形さんっていうか、むしろマネキンだけどな。なんか視線といい、体型といい。いや別に。襟足がちょっと、これでよし。女の子は身だしなみが大事だものね。じゃあ行ってくるよ。気をつけてね。じゃあね、愛ちゃん、行ってらっしゃい。行ってきます。ったく、母さんはいつも過剰なんだよな。お前、うちの居心地悪く感じてないか？マンションのエントランスを出ると、俺は愛に何気なく聞いてみた。最近断るごとに愛に質問しているような気がする。どこにいようと、私はそんなものを気にしたりはしない。ただ母親とはああいうものなのか。あれがグローバルスタンダードとは思わない方がいいと思う。母親ね、まあいろんなタイプがあるとは思うけど、うちのはちょっと変かもな。うん、さすがにまだ戸惑ってるだろう、母さんにはさ。愛は俺の質問に答えず押し黙ったままだ。どうしてあそこまで過保護なのか。ああいう人なんだからしょうがないんだよ。母さんのことを嫌いか？嫌いになれると思うか？それは無理かな。無理だろうな。たとえ愛でも母さんのことを一言一言のもとに否定することはできないようだ。一緒に生活してみて愛はそのことがよく分かったんじゃないだろうか。だいぶ慣れたから。そりゃいいことだな。かわいい。問題はそれ以外の関係ということだけれど、まだ愛にいろいろと聞かなければならないことがありそうだ。そういえば坂本とかは？地下鉄駅に到着し、ホームに降りるといきなり声をかけられた。やややおはよう。あれ、お前こんな声だったっけ？なんかすっかり肩を忘れている。坂本は挨拶をすると同時に俺を利用して愛から隠れようと。は？そしてチラチラと
のんチヤチヤで不安な視線を前に送っていた。なんで？あのな、なんでお前。何？話しかけられた途端にすねに蹴りでも入れられたのか。アイさん、おはようございます。すんげえ怯えてんだけど、何をしたんだお前。坂本は俺の腕にしがみつきながらビクビクと朝の挨拶をする。何？触った瞬間一本背負いでもかけられたのか。でも愛からは何の反応も返ってこない。どうした？話しかけた途端にフランケンシュタイナーでもかけられたのか。学校はそろそろ慣れてきましたか。どんだけビビってんだよ。何があった本当に。愛の転校初日から坂本はしきりに愛に言葉をかけたが、まともに返事が返ってきたことがほとんどない。あら、あ、全無視。それにもかかわらず坂本は愛に話しかけ続けるのをやめようとしない。少しはな。何か困ったことがありましたらいつでも私にお申し付けください。どうした？本当どうした？そのセリフは50回以上聞かされた。このバカは50回以上も言ったのか。私は少しでも愛さんのお力になれればと思っているわけでして。ならあまりしつこく私を見ないでくれ。坂本はようやく俺から離れるとはぁーとか言いながら頭を下げた。本当に大げさなやつだ。なぜだかわかんないけど坂本は愛のことをとても気に入ってんのかい。坂本によれば愛はとてもマニア心をくすぐられるキャラクターであるらしい。うん、でしょうな。坂本は初めて愛に会った時に愛へ歪んだ崇拝を捧げてしまったのだ。あー俺の嫁ってやつですか。いつか心臓を取り出して愛に捧げることになるかもしれない。でどっかの太陽神に燃やされるのか。お前さ、どうしてこいつの前に出るとそんなに卑屈になるんだよ。時藤と違って卑屈なんかなってへん。眺めとるだけや。なんかフィギュアットみたい。俺がいつ卑屈になったってんだよ。けどなんでただの同級生にそんな態度を取らなくちゃいけないんだ。俺にとって愛さんは荒人神に近い存在やからや。すごすぎる。思わずため息が出てしまった。愛がここまで坂本の壺にはまるとは思っていなかった。愛の印象が良いことに越したことないけど明らかに行き過ぎだ。いち乗り込むか。坂本はおはようさん。はい、おはよう。あけみの元気のいい声が別にどうでもない、どうにもならないくだらない考えを打ち消した。ひどす。挨拶側にカバンで坂本を叩くのは日課のようなもんだ。お前な、駅でそないなことしたら迷惑暴力防止条例違反に引っかかるで。え？なんで？はたかれた勢いでそこら辺の人を拳でアタックしてもうたら俺捕まってまうやろが。あ、そっちかい。お前が捕まるの。別にいいんじゃない。それだけ。愛もおはよう。おはよう。坂本にしても明美にしても、もちろんあー全部読めてないんですけど、もちろん親にも意外なことだけど、愛はそれなりにこの二人と打ち解けて、ほう。坂本も明美も人見知りしないとはいえ俺には少し真似できそうにない。もし坂本が愛のようなやつを連れてきたらとてもじゃないか気軽に声をかけられないだろう。坂本と明美は愛の周りを囲むようにして立ちながらおしゃべりを続けている。それとは坂本と明美って庄司君と付き合ってんだよな。こんな不愛想なのと付き合うんだから愛ぐらい何でもないんじゃないかしら。お前ん家に愛さんが来てからかなり経ったな。坂本は顔に似合わずしみじみと言った。ひどいな。おっと、気がつけばあれだ、時間が。あー、いかんいかんいかん。あまりに面白くてなんか熱中してしまった。多分無理かな。うん、これ以上は画質が落ちるんじゃなくてモザイクになってしまう。というわけで、お付き合いありがとうございました。中途半端な時間になってしまいましたが、今回はここまでにしようと思います。お付き合いありがとうございました。愛の楽園生活お楽しみ。それではまたお会いしましょう。お疲れ様でした。